早くも1000万人を突破した大道外国人。去年より3ヶ月早く過去最速を更新したのです。秋葉原は初めてだけど、いいって聞いたから来てみた。外国人にすっかり人気のスポットとなっている東京秋葉原。家電製品などの爆買い、漫画やフィギュアに夢中になる姿が見られました。秋葉原といえばやっぱりアニメね。私アニメ好きだから。外国人効果でますます活気があふれているこの街、その勢いはこんな場所にも。ライブハウスで日本のアイドルソングを熱唱するのはアメリカ人の少女。彼女の名はアミナ・デュジャンさん。人気アイドルを目指して活動しているんです。今私の目標はアイドルのメジャーデビューです。アミナさんはもともと日本のアニメなどのファン。今年1月留学を機に日本が大好きになりました。歌詞を覚えるのがとても難しいです。これから私もっと頑張らなきゃと思います。実は今アイドルを目指す外国人は急増中。同じライブ会場には台湾出身の女性のほか、カナダ出身のなんと男性まで。さらに別の会場では大量のフラッシュを浴びる女性の姿も。すみません、あなたは何者ですか。何者だって。みんなで頼みました。何答えかね。すでに日本で CD デビューも果たし、アイドルだけでなくコスプレやモデルと幅広く活躍。ステージにキラキラしてて、見てもすごく嬉しいになります。だから好きです。私もそのいい気持ちを伝えたいと思います。そんな彼女たちを見た同じく外国人の観光客も大興奮。本当に驚いたよ。頭が爆発するかもね。見た目はアメリカ人だけど服装は日本人ね。ミックススタイルだ。綺麗、美しい、すごくすごく美しい。少しずつ獲得しているファン。彼らの期待に応えるためにも努力を惜しみません。アメリカ人のアミナさんはライブ終了後一人でカラオケ。一番で3回から5回ぐらいカラオケでリハーサルしています。6時間ぐらいしましたけど。さらに自宅でも毎日1時間以上音楽を聴き、日本語の歌詞を勉強。スマートフォンには100曲以上が登録されているといいます。10歳、10歳ぐらい、ハロープロジェクト、AKB48 に代表になりました。プロフェッショナルアイドルになりたったら、もともとライブやってみたいです。国民的アイドルグループにも台湾人メンバーの募集を始めています。私のチャームポイントはアゴのほくろがあります。オーディションにはなんと外国人2000人以上が応募。現在17人が残っており、デビューを目指しています。多種多様な文化を生み続ける日本。
外国人アイドルが日本のおもてなしに一役買う日も近いかもしれません。コスプレやモデルと幅広く活躍。ステージにキラキラしてて、見てもすごく嬉しいになります。だから好きです。私もそのいい気持ちを伝えたいと思います。そんな彼女たちを見た同じく外国人の観光客も大興奮。本当に驚いたよ。頭が爆発するかもね。見た目はアメリカ人だけど服装は日本人ね。ミックススタイルだ。綺麗、美しい、すごくすごく美しい。少しずつ獲得しているファン。実は今アイドルを目指す外国人は急増中。同じライブ会場には台湾出身の女性のほか、カナダ出身のなんと男性まで。さらに別の会場では大量のフラッシュを浴びる女性の姿も。すみません、あなたは何者ですか。何者だって。みんなで来ました。乗り答えたね。すでに日本で CD デビューも果たし、アイドルだけでなく早くも1000万人を突破した大口外国人。去年より3ヶ月早く過去最速を更新したのです。秋葉原は初めてだけど、いいと聞いたから来てみた。外国人にすっかり人気のスポットとなっている東京秋葉原。家電製品などの爆買い、漫画やフィギュアに夢中になる姿が見られました。秋葉原といえばやっぱりアニメね。私アニメ好きだから。外国人効果でますます活気があふれているこの街。その勢いはこんな場所にも。彼らの期待に応えるためにも努力を惜しみません。アメリカ人のアミナさんはライブ終了後一人でカラオケ。一番で3回から5回ぐらいでカラオケで目走りしています。6時間ぐらいしましたけど。さらに自宅でも毎日1時間以上音楽を聴き、日本語の歌詞を勉強。スマートフォンには100曲以上が登録されているといいます。9歳、10歳ぐらい、ハロープロジェクト AKB48 に大興味がありました。このプロフェッショナルアイドルになりな、ライブハウスで日本のアイドルソングを熱唱するのはアメリカ人のシャージャ。彼女の名はアミナ・デュジャンさん。人気アイドルを目指して活動しているんです。今私の目標がアイドルのメジャーデビュー。アミナさんはもともと日本のアニメなどのファン。今年1月、留学を機に日本が大好きになりました。歌詞を覚えるのがとても難しいです。これから私、もっと頑張らなきゃと思います。